こんにちはテンバーーカデミーリヒルです今日は会員さんからね、eBay のリミット額の確認方法を忘れちゃったということでね、その確認方法について、えー、解説動画作ります。まず、まあ、eBay で販売して儲かる商品なんですけど、ヤフオクやアマゾンで、まあ、不要品を売ったら高額で売れる商品があったと、ね、テンバーアカデミーに入会して、アメリカアマゾンで、まあ、販売する種線作り、あと、 まあ操作方法をね、えー、覚えるのに、アメリカや日本で売ってみたら、まあ、不用品でも買った値段より高く売れましたとかね、買った値段と対して値落ちしなくて売れましたという商品が見つかることがあります。その場合はそれも eBay で売ると儲かる可能性が非常に高いんで、初、まあ、めから eBay も並行して始めてるという会員さんもいらっしゃいます。あとは Amazon で始めたけどね、100ドル以上で売れる商品が見つかったと。 でまあ、何度も繰り返して売ってるわけなんですけど、アマゾンの場合ね、高、え、額、ー、品はまあ配送品質の問題とか、それからね、購入客の層が相当落ちてきてるんで、まあ、eBay で売った方がいいということでね、ね eBay で売ってる人もいます。で、高額品は、まあ、eBay で販売するメリットっていうのはね、やっぱりアマゾンよりいたずらや詐欺が少ないと、それから、まあ、リピート販売する、えー、リピートを購入するか、購入客を見つけやすいと。 一度買ってくれたお客さんに声をかけたらね、また別な商品のリクエストを受けたとか、あれ、このお客さん前も買ってなかったかなって調べたらね、2度も3度も買っているお客さんだったというようなことがね、よくあります。ただ、eBay は正直めんどくさいです。ね、いきなり高額商品は売れないと。でリミットの10分のの分以上の 1> 1 10分の1以上の商品を販売するとアカウントがサスペンドされます、ね。下手するとサスペンドされたまま復活しなかったりしますので、は、ま、じ、あ、めは安い商品から販売してください。まあえー、USEBAY を、ね、アカウント作ると、はじめは、えー、10商品500ドルというリミットから大体スタートするんですけど、その時いきなり、ね、200ドルというような商品を売ると、まず高い確率でサスペンドされます。まずは10分の1の50ドルというところをね、えー 販売価格の目安にしななきゃいけないけそうするとね、100ドルとか200ドルの商品を売るのに、何ヶ月かかけてリミットアップしてからじゃないと売れないということになります。まあ、そんなふうなケースがあるんで、もう今、高い商品だけど、販売してみたいということであればね、私の e y ア,アカウントで、えー、販売代理をします。で、売れてみて、いくらで売れたと、あ、本当は高く売れるんじゃね、えー、じゃあ私も頑張ってアカウント作ろうという手順の方が自然かなと思います。 ね、初めから eBay 始めてリミットアップとかね、えー、儲,かり儲かりもしない商品何個も売ってね取引件数を稼ぐとかやってると、まあ、大体めんどくさいんで嫌になっちゃいますんでねあそうじゃなくて、えー、高額品が売れ,る売れそうだと売れそうな高額品を持ってるという場合にまず私のアカウントで売ってみて、まあ、売れたらじゃあアカウント育てましょうという、ねえー、順調でやっていこうと思いますでは本来の eBay のリミット確認方法ですけど、えー、まずまあ eBay にログインしますそして右の方に行くとね、このマイ e b a y というのがありますのでそこをクリックしますで。私のアカウントの場合はそこをクリックするといきなりね、えー、その m イ e b a y の中の画面で、ま、下の方にスクロールするとね、このマンスリーリミットっていうのがあります。まちなみに、えー、1500商品。ね、で、えー、リスティングするのは1商品、えー、1200ドル。ね リステッドソールドあ。違うか。リミット、商品のリミットは書いてないですね。だから4万3500ドルだから 4,、4000、4350ドル、うん。35万円ぐらいか。35万円ぐらいまでの商品だったらまあ出品できます。で、これね、私のアカウントはオーストラリアなんで、この評価88件。 しかもらってないのに、まあ、このリミットと。まあ、88件というかね、ええー、と評価はね、確か35件か40件くらいでもこのリミットに上がって、まあ、そのまま別にそれ以上リミットアップするっていう作業をやってないです。アマゾンのサポートが本業なんでね、えー、eBay で自分で稼ぐというのは全然やってなかったです。まあ、プラスね、オーストラリアに住んでたんだとね、えー、オーストラリア、身の回りのものを送って儲かるってことはほぼありえないんで、まあ、不用品を売るのに使ってたと。でたまにね、 日本から、えー、日本の商品を、ね、無在庫で売ってみて売れてから仕入れて発送とかやってましたけど、まあ、何しろオーストラリアに、ねえー、入れられないとかあるいは日本から送れないというのが、ね、たまに出てくるんでこれはちょっと面倒くさすぎるねというので、ねえー、やめちゃいましたただ日本に住んでて出品する分には状況が全然違うんで、えー、会員さんの商品を売っても、ねえー、儲かる商品を見つけるという、えー、役に立てたいなと思いますので 何か販売ししたいい商品があればお、えー、お気軽におっしゃっゃてくださいでちなみにこのリミットの確認方法ねおそらくオーストラリアとアメリカの画面違いますので、えー、分かんなければこのマイ e b a y の、ね、画面キャプチャーとか、えー、見つかりませんというところの画面キャプチャーをいただければ、えー、そこからナビさせていただきますまあそんな形で ebay、まあ、ね面倒は面倒ですけどまあ、えー、高額商品をね だから1件売って5000円とか1万円とか、まあ、自分で、ね、かかる時間と目標とする利益、そして時給換算で割ってみて、ねまあ、使ってみようかなという方は、ね、もうこれ出したいといえば、ね、あの出品して、まあ、これ出したいといえば出品して、写真は撮ってもらいますけど、まあ、出品して代わりに売れるかどうか試しますのでお気軽にご相談ください。まあ、そんな形で EB の eB だって eBay のねリミット確認ですけどまあ、えー、その eBay のね状況とかリミットの説明の方がちょっと長くなりましたけど、えー、そんな形でリミット確認してね、えー、販売可能な範囲で、えー、どんどん使うめんどくさくない方はでか、まあ、使っていく方はどんどん使っていってください、えー、まだ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 というか Amazon でね 販売できなくなる商品が増えていくに従って、アマゾンで買えなくなったら、それ ebay でね、買ってるんじゃないかと。まあ実際そうなってるはずなんでね、え m、ー、アマゾンが取扱い商品が狭まれば狭まるほど、めんどくさいけど、ebay の方でも、えー、儲かるチャンスは増えてます。まあ、サポートの方はね、ebay、えー、の方も別に、そのまま個別サポートの会員さんは追加料金なしでサポートを受けられますんで、お気軽にご相談ください。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。